高井研究室の高井です。よろしくお願いします。我々の研究室では物質中の多数の電子が示す物性で、特に電子相子の強い相互作用や電荷スピン軌道といった複数の電子自由度、またトポロジーといったものが競争して生じるような秩序構造とか応答現象の開拓を行っています。で、固体結晶中では元素の組み合わせや配列によって電子軌道の種類とか相互作用の仕方が変わります。で、我々は線金属化合物や輝度類合金、また分子生動体など、幅広い物質を研究対象としていまして、結晶中の電子軌道や分子軌道をもとに電子物性を設計するということを行っています。で、最近の研究テーマとしてはこちらに示したように、例えばスキルミオンと呼ばれる特殊なトポロジーを持つような磁気構造にまつわる新物質新物性の開拓、また電荷スピン軌道が絡んだような現象が生じる線金属イオンを含む分子生動体の電子層の開拓についても行っています。で、研究スタイルとしては下に示したように、資料合成から始まって微細加工や、マクロな物性測定、また中性子や X 線を使った磁気構造結晶構造解析や核磁気共鳴といった微子的な測定を組み合わせることで、量子性とか多体効果が重要となる現象を解明して新しい電子物性を設計していくということを目指して行っています。で、基本的には物性物理や固体化学を軸とした研究を行っているんですけれども、さまざまなバックグラウンドを持った学生さんを歓迎しますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら質問見学に来てください。ありがとうございます。